はいどうもにちは看護師鶴です、えー、今回なんですけど虐待についいいてお話したいなと思いますどういう時に虐待を疑うか背中等にあざがあるで、これはどういうことかというと腕とか膝とかすりむくのはやっぱりあの身体機能がまだ発達してない子供でこけたりだとかするんですけどその時にやっぱ膝をすりむいたり、えー、手をついて、えー、膝肘とか怪我したりするのが当たり前なんですけどやっぱり防衛本能で 顔、頭、体、お腹、守るんで、うずくまる状態になるわけですよ。背中を、えー、殴られたりだとかしてる可能性があると。<noise> えぇ、ー、円形状のあざがある。これどういうことかというと、ピンと来る人は来るんですけども、そう、タバコの後なんですね。言うこと聞かないからタバコを押し付けて、その痛みで、えぇ、ー、言うこと聞かす。円形状のね。 やけどの跡が体にあれば虐待を疑う一つの目安になるとまあこれをね聞いた時は、えー、知った時はすごく衝撃的でしためちゃくちゃ悲しいなって僕自身思いましたもう一つが必要以上に男性を怖がる父親から虐待を受けてる人になりますけどやっぱり男の人が怖いという認識になるんですよ母親がねそうでもなくても連れ子やったりだとかした場合はね母親がいないところで虐待されてる可能性があると まあ、いろんな虐待の種類はありますけど、小児科の実習で女の子を担当したんですけど、話しかけた時にすごいおどおどしてて、で、後からカルテを見てほしいみたいな言われて、で、カルテを見に行った時に父親から虐待を受けてた子ですごく胸が苦しくなりました。なのでまあ、その3点が大きいですね。背中の傷、えー、円形状のやけど、えー、必要以上にまあ、大人とか男性を怖がる。これが虐待を疑う目安です。 で、もう一つ重要なのが、えー、かわいそうなのは実は子供だけではないんですね。だいたい虐待する7割、8割の人たちは、自分自身が過去に虐待された経験がある人がほとんどなんです。無限ループになってしまうんですけども、それをこう、ケアしてくれる団体もありまして、相談してくれるところもあるので、もしね、あの、自分がちょっと虐待してしまうだとかで悩んでる人は、自分自身もね、カウンセリング受けるだとかしてもらえたら、非常に助かります。 子供は親を選べない。親も子供は選べない。でも、共に生きていく、成長していくことはできるので、悩んだ時は、ぜひ、えー、相談してもらえたらと、思います。看護師室でした。